お前が痩せれないのはえらい疫病神がついとるからや。疫病神？お前のやる気を食べてしまう悪い霊や。確かに。変なのがついてる。ほら、先生もおっしゃってる。払ってもらえるんですか？もちろんや。払ってください。この例はなかなかしぶといからな。そう簡単に払えるかどうか。どうすればいいんですか？オーディションまでに絶対痩せたいんです。何度ダイエットしてもリバウンドばかりで。うちは明朗先払いや。私の全財産です。仕方ないな。今回は特別やで。お前も分かってきたな。え？俺たちに話し合わせてくれただろ。話を合わせた？変なのがついてたって言ってたじゃないかよ。いたじゃん。いた？貧相なちょびひげの変態みたいなおじさんだ。おじさんたちが祈ってたら消えたから、やっぱりおじさんたちはそんな力があったのかなって。いや、そんな男なんで。そうや、その通りや。わしらの力や。そうなのかな。ちょっとトイレ行ってくる。誰もいなかったぞ。わしにも何も見えんかったが、まあそれはそれでええやないか。あいつが死んでくれた方が何かと好都合や。まあそうだが、変な男なんかいなかったからな。本当はお前の息子、霊感があるんじゃないか。そんなもあるかいな。あいつの鈍感は血統書付きや。そうか。少なくともあなたたちよりは敏感だと思うわよ。あんた期待してたほどではなかったけど、役目は十分に果たしてくれたわ。役目？そのことについてはまたおいおい話すこともあるかもだけど、今日は別件よ。別件？あなたたちは霊感は全くないけど、現世の厄介事を招き入れる才能は抜群ね。どういう意味だよ。あなたたち、この間柄の悪い男たちに絡まれてる女を助けたわね。あったな。その時女があなたの姪っ子さんに手渡したものがある。これを持ってて。それはとっても問題のあるものでね。ややこしい輩が血眼になって探しているわ。せいぜい気をつけることね。あなたたちが手早く仕事をしてくれたお礼よ。どういう意味や。